皆さんこんにちは、シーフ背番号24番原翔平です、今回は自宅でのトレーニングを少しだけ見せようと思います、僕がやるのは腹筋です。簡単なので皆さんぜひやってみてください。まず右手を頭の後ろに置いて、左足を少し曲げて、右肘と左膝をくっつけます。これを15回やります。横からもやっています。これを左右15回ずつやってみてください。大変な時期ではありますが、みんなで一丸となって乗り越えましょう。またスタジアムで皆さんと会える日を楽しみにしています。